はい、どうもレトロマンです。7日目に入りました。どうでしょう、体の感じ少し整ってきましたかねって、という中で今日7日目やっていきたいと思います。オン・オフ・バリーですね。40秒オン、20秒なんですけど、40秒の中で3つのグループやるんですが、最初2つ、ね、6回かなやって、残りのタイムで3つ目のグループやるんですね。これはできる限り回数を増します。で、3ラウンドあるんですけど、この形でやっていって、最後の3つ目にやってるムーブメントが20回、合計で20回いけるように目指して頑張りましょう。で、今回そんな難しくないと思うので、いけるんじゃないかなと思ってますけど、どうでしょうか。20回できたらもう皆さん OK ですからね。Let's go。ちょっとおかしくなりましたね、途中変に意識しすぎましたね。まあ、なんとか次でまとめましょう。ギリギリ8回です。さっき6回だったので14ですね。おお、見えてきましたね、これ6回。いけるな。いける。やりましたよ。どうです皆さん、やれますか、やれないでしょうか、やれか口を待たないです。なんかこうとこ20回やる気ないのが多かった気がするんですけどね、これはやれてちょっと満足感高いですね。バックジャンプなんですけど、最初6回片足だけであんまり高く飛ばない中で、まあ慣れないとですね、結構飛ばないとできないという方もいらっしゃると思うんですけど、慣れてくると低くてもというのができると思います。こんぐらいスピードでできると自分が稼げるんですけど、で左やったら右ですね。で、残りスケールにバーディージャックス、バーディーは胸つけてジャンプするっていうすごく難易度の高いものなんですけど、これはあの一番下ですね、別名ストロール、ハイツクバルっていう言い方をするんですけど、片足でハイツクバってベガッと体をつけて、僕はなんか気持ち的にあごつけないと、なんかやっときつないでいつもあごつけちゃうんですけど、あごつけて片足ずつ上がってジャックスやるんですね。でまた手ついてなんですけど、これ普通のこの長いのとかにバッピーやってるのも基本もそうなんですけど、腰から上がってです、絶対にこうついてこういきます。
で、ついたら腰から手から上がると腕立ての同じ状況になって手だけどんどん疲れてきます。で、手のひらがきつい、これつくのがきついっていう方はこの状態が実は人間の体の構造上的にも長くずっとやってるときついんですね。なのでわざとこうしてください。こうすると結構楽です。この状態でこう少し斜めです。あんまり前もしなくて斜めぐらいでこうするとやりやすくなります。一気に変わります。で、上がって立つっていう形でやるとすごくやりやすいと思います。というものでした。いかがでしたでしょうか。20回達成できた方、ありがとうございます。というわけで明日が盛り返していきますので頑張ってやってみましょう。じゃあまた明日。